社長、お世話になっております。電気自動車の売り上げ好調のようですね。いやはや、汽車製のバッテリーのおかげで絶好調ですよ。なんとも喜ばしいことです。そこでね、この流れに乗ってさらに増産をと考えているんです。目標は2020年までに年間50万台生産できますよね。50万台ですか？それは正直言いますと、バッテリーの生産がとてもじゃないが追いつきません。もうそれは困りましたね。今テスラは勢いづいてるんです。増産は決定事項。もしこの流れに追いつけないようであればもう結構、御社との独占契約は解除させてもらうしかないですね。え、そんな、待ってください。それでは皆さん、お待たせいたしました。こちらロードスターのお披露目です。え、これ電気自動車？スポーツカーみたいじゃん、かっこいい。見た目もかなり改良させていただきました。ですが最大の特徴は加速度です。停車した状態から 3.9 秒で時速100キロに達します。エンジン搭載のスポーツカーにも劣りません。最高速度は201キロ。ねえ、加速えぐいな。早く試乗してみたい。なるほどね。でもいくら速くても航続距離が短いと使えんだろう。さらにこのロードスター、1回の充電で378キロまで走行可能です。もちろん CO2 排気量はゼロ。バッテリーはリチウムイオンを使用しています。378キロ、航続距離も問題ないな。搭載バッテリーの寿命は約7年、もしくは走行距離で16万キロです。今までの EV とは次元が違うな。 EV がここまで来るとは。2003年、テクノロジー企業の側面を持つ自動車製造企業をコンセプトに創業したテスラ。意外だが、テスラの顔ともいえるあのイーロン・マスクは実は創業者ではない。エンジニアのマーティン・エバーハードとマーク・ターペニングによって創立された。テスラ社のコアになるのはバッテリー、ソフトウェア、独自のモーターである。つまり従来の自動車の根幹ともいえるエンジンを完全に外したコンセプトからスタートしたのだ。化石燃料利用による経済から脱却を目指し、電気自動車を普及させることを目標とした。そのコンセプトの実現に順調に近づくテスラ。しかし創業当時の世間での電気自動車のイメージといえば、近々車買い替えようと思ってるんだけど電気自動車ってどう思う？ああ、 EV か。 EV はかっこいいデザインが少ないイメージなんだよな。確かに走行音も静かなのはいいけど運転のしがいがね。それに航続距離も100キロ程度だろ。下手したら買い物の往復でおしまいだよ。それもそうだな。充電スポットもまだ少ないみたいだしな。充電にも時間がかかるし、乗りたい時にさあ充電ってわけにいかない。やっぱり EV 購入は見送りかな。テスラ創業前、まだまだ大きいとは言えなかった電気自動車市場。2002年当時の世界の EV 車普及率は 0.1% 未満と数字が物語っている。日本の EV 自動車保有台数も500台に満たなかった。普及が進まなかった原因は多岐にわたる。エンジン自動車と比べるとデザインのバラエティに乏しく、スタイリッシュではなかった点、また加速度も低く、運転好きにとっては物足りない部分があったのだろう。実用的な観点からすれば、充電に 7,8 時間かかること、一晩中充電しても航続距離が100キロ程度しかない点などが挙げられる。いくら環境に優しい理想の車とはいえ、実際問題、これらの多くの欠点を理由に購入につながらないというのが現実であった。特に車移動が基本の大国アメリカでは長距離移動をすることが多い。航続距離の短さは一番の問題点であった。そんな中、社長、 EV の一番のネックは航続距離です。短すぎる。バッテリーか。どこか供給元候補はあるか？日本のパナソニックがリチウムイオンバッテリーの開発にトライしているようです。そうか、日本企業、悪くないな。早速アポ取って共同開発の提案だ。ハイテクで安価なバッテリーパックを作ろう。イエスサー。残る課題は充電時間の短縮と充電スポットの数だ。高速チャージシステムの開発と充電スポットの設置を進めよう。スポット検索と案内システムをナビに追加するのも忘れずにな。航続距離を伸ばすために
必要不可欠なのがバッテリー容量の向上であった。そこでテスラは2010年、パナソニックと共同で高性能リチウムイオンバッテリーを開発。100キロほどしか充電が持たなかった従来の EV 車に対し、パナソニック製バッテリー搭載の EV 自動車は航続距離を480キロにまで伸ばすことに成功する。充電時間の長さも2012年に開発導入されたテスラ社専用のスーパーチャージャーが解決。それまでの EV 自動車は家庭のコンセントで一晩中充電が必要だったが、スーパーチャージャーでは約10分で240キロ走行分を充電が可能になった。また全米で2500カ所の充電スポットを設置し、充電切れのリスクもクリア。さらにテスラ社のナビは自動で充電スポットまで案内してくれ、空き状況も一目瞭然だ。充電スポットでは待ち時間に退屈しないようカフェやスーパーなどの近隣施設の情報も表示。そして今までの電気自動車とは異なる洗練されたデザイン性も持ち合わせている。こうして電気自動車の弱点をことごとく克服し、創業わずか17年で我らが日本のトヨタを抜いて時価総額世界一の自動車メーカーとなった。しかし、社長、お世話になっております。電気自動車販売の調子良さそうですね。こんにちは。いや、汽車製のバッテリーのおかげで絶好調ですよ。それはありがたいお言葉。当社の技術を総動員した自信作ですから。そこでね、この流れに乗ってさらに増産をと考えているんです。目標は2020年までに年間50万台生産。50万台ですか？それは今の当社の製造環境ですととてもじゃないけど追いつきません。おお、それでは困りますね。けれど今テスラ社は勢いづいてるんです。増産は決定事項です。もしこの流れに追いつけないようであれば、以降は契約解除ってことで。そんな、これ以上生産スピードを上げるとなると製品の質と安全性を保持できません。そこをどうにかしてほしいのだよ。でもまあ、そこまで言うのなら仕方がない。御社との独占契約は解除で、安く大量に生産できる中国や韓国の企業にもバッテリーの発注します。そんな、ここまで一緒にやってきたのに。それでは。もしもし、社長、ここまで技術提供してきたのに、なんという仕打ち、ひどすぎる。電気自動車で業績を上げてきたテスラ、搭載バッテリーの製造をパナソニックと共同開発、独占供給契約をしていたが、突然2019年契約を解消。テスラは高まっていく需要に合わせ製造スピードを上げることは必然。その要望に応えることができなかったパナソニックを見捨てたのだ。そしてもう一つ、1台あたりの原価を下げることで車自体の価格を下げ、販売台数を上げることを狙っていた。 EV 自動車の原価に占めるバッテリーの価格の比率は高いため、バッテリーの変更により値下げを目指したのだ。そこで目をつけたのが、バッテリーを低価格で大量に生産できる中国 CATL と韓国 LG。 パナソニックからこれらの企業に乗り換えることで、以降テスラは生産スピードを向上させ、1台あたりの価格を156万円も値下げすることに成功。しかし、もしもし、火事です。うちの地下駐車場に煙が。急いで来てください。建物地下の駐車場だ、急げ。ダメだ、中からの消火は無理だ。駐車場入り口から放水するしかない。おい、今すぐ建物内から人を避難させるんだ。火元は一体、あの車だ、急げ。俺のテスラ、なんで？ええ、駐車場の防犯カメラを確認したところ、あなたのテスラ車から白煙が上り、その後発火しました。でも、僕はタバコも吸わないし、火元なんてないはず。詳しいことは調査中ですが、車に搭載されていたバッテリーからの出火でほぼ間違いないでしょう。バッテリーが発火？停車してたのにあります？まだ買って間もないのに。2019年4月、中国上海市内の某集合住宅地の地下駐車場で火災が起こった。火元は駐車してあったテスラの EV 車。備え付けられていた防犯カメラによって発火の一部始終が録画されていたのだ。突然白煙を上げ始めた後、発火するテスラ車、駆けつけた消防士らによって消火作業が行われたが、住民は一時的に全員避難を余儀なくされた。これは消費者にとってかなり衝撃的な事件。 EV 車のマイナスイメージにつながるのだった。
中国製のバッテリー搭載のモデル S が発火事故を起こしました。他にも何件もバッテリー火災事故の報告が来ています。何？すぐに分析に回せ。ああもう、中国韓国製のバッテリーを採用してから問題が山積みだ。購入後すぐに航続距離が落ちるという問題も報告されています。ああ、低気温の地域ではバッテリーのパフォーマンスが落ちるようだな。公式に発表していた航続距離の半分しかバッテリーが持たない。もはや詐欺だ。そのせいで極寒の道路で立ち往生したという報告も受けています。くそ、信頼度調査にもっと時間をかけるべきだとあれほど言ったのに。原因は明確であった。そう、中国韓国製のバッテリーを採用してから問題が多発したのだ。低気温下での航続距離が公式発表の半分以下になってしまい、購入から数ヶ月でバッテリーが劣化し、充電容量が 20% も落ちた。そしてしまいには相次ぐ発火事故の発生。売上台数が伸び、流れに乗りたかったテスラ社、生産スピード向上のためパナソニックと独占契約を解除し、他企業に受注した上、製品の安全性調査にかける時間を惜しんだのがこの結果だった。パナソニック製バッテリー搭載の際には23ヶ月を費やして安全性テストを実施。それに対して中国韓国製のバッテリー採用を決定した際には約半分の12ヶ月間のみだった。ちなみにこの間、日本産のバッテリーを積んだ日産リーフの発火事故はゼロである。安全基準のレベルの差が露呈した結果となった。さらに、電気自動車の普及が進む中、中国でバッテリーによる環境汚染が問題になっていますね。はい、2020年度の中国国内での使用済みバッテリーは20万トンにも及びます。その多くが基準を満たさない方法で破棄され、中国政府もそれを認知している。そんなに？その量のバッテリーが違法に投棄されるとなると、もはや中国国内の問題にとどまらなくなりますね。恐ろしいですね。世界中のバッテリー製造は電気自動車の普及によって加速していることは明白です。世界の EV 製造販売を牽引するテスラ社のイーロン・マスクはこれに関して言及しているのでしょうか？今の時点では中国のバッテリーの排気基準やそれを遵守させるシステムが構築されていないことが問題であると考えることもできます。しかしこの問題が世界に広がっていけば、イーロン・マスクの立場も今後厳しくなってくるでしょう。テスラをはじめとする電気自動車が普及する中、中国でバッテリーの不法投棄問題が持ち上がった。搭載されているバッテリーの寿命は平均で5年から8年。そしてバッテリー製造に必須となるニッケルなどの重金属の毒性は非常に高い。例えば携帯電話のバッテリーは 20g 程度。しかしこれだけで一般的なプール3つ分の水を50年間にわたって汚染してしまうのに十分な量なのだ。中国政府の計算によると、今後4年間でバッテリー廃棄量は80万トンにも上ると予想されている。 CO2 を出さない、環境に優しいを謳い文句にしてきた EV 自動車のイメージが覆されてきているのだ。これは今のところ中国国内の問題ではあるが、今後はテスラも無視はできないであろう。一方で、トヨタが水素エンジンの市販化を2025年目標に進めている。やはり日本の技術者は素晴らしいな。 EV 自動車、インドじゃ人口が多すぎて充電時間がどう考えたって足りなくなる。水素の方が理にかなっているわ。このエンジン音、内燃機関が好きな僕にはたまらないよ。それな、これで排気量ゼロなんだろ。クレイジーだぜ。水素エンジン爆誕。でもお高いんでしょ？まあ時間の問題だろ。量産されるようになれば値段の問題も解決だ。 FCV とは違うわけ？それは水素燃料電池車。水素エンジンはガソリンエンジンと同じ内燃機関だよ。ガソリンの代わりに水素の爆発力で稼働するんだよ。FCV はトヨタの未来とか、水素では電気を発生させるんだ。中国も汚染問題で FCV を増やそうとしているみたいだけど、水素エンジン市販化の今後が楽しみだ。水素エンジンの製造設備はガソリンエンジンとほぼ同じ。新しい工場を建設する必要もなく、既存のガソリンエンジン製造工場を使うことができる。そして巨大なバッテリーも必要ないので、重金属による環境汚染の懸念もクリアだ。しかも CO2 排出量はゼロ。究極にクリーンな自動車の誕生である。中国はバッテリーによる環境汚染を危惧し、この FCV 自動車の国内台数を2030年までに100万台に増やすことを目指している。
イーロン・マスクは FCV に関して自身のツイッターでバカ電池と揶揄、水素を作る方でもエネルギーを使うこと、水素を輸送・貯蔵するインフラが整っていないことを指摘したのだ。しかしこれを自身のツイッターでわざわざ指摘したことが逆に水素はテスラにとって脅威なのではと囁かれ始めている。またイーロン・マスクは水素エンジンに関しても市販化は無理であると発言していた。しかし日本のトヨタはその実現に一歩また一歩と近づいている。もしもトヨタが本当に水素エンジン搭載自動車の市販化に成功したら、バッテリーの環境汚染問題が取り沙汰されている昨今、EV 自動車は鳴りを潜め、テスラも運命を共にすることになるかもしれない。